ペンタイ干渉、または、新ペンタン相互作用は、N ペンタンの立体ハイザの一つで二つの、末端メチル元が経験する、立体障害である。トリウルハイザは、アンチハイザとゴーシュハイザの組み合わせで、アンチ、アンチ、アンチゴーシュゴーシュゴーシシュュ、およびゴーシュゴーシュである。その中で最後の一つが、特にエネルギー的に不利となる。ポリエチレンといった、高分子では、 天体干渉は5つ離れたすべての炭素原子間で起こる。シクロヘキサン誘導体の1、3次アキシアル相互作用は、この種の相互作用の特別な場合であるが、この場合は、地換機と管との間で共有される、追加の合種相互作用が存在する。新ペンタン相互作用の明確な一例は、シス1、3次アルキルシクロヘキサン類のジアキシアル体。 ジエクアトリアル生成熱で見ることができる。ジエクアトリアル廃材生態と比較して、ジアキシアル廃材生態は、合種相互作用だけに基づいて予測される値よりもに、3キロカロリー、モルエネルギー的に高い。天体干渉は、多くの化合物における分子構造、生成物比、主張されている、繊維状態の説明の助けとなる。新ペンタ相互作用のある特別な種類は、 1,3アリル歪みと呼ばれる。例えば、2,6から2時間アリール元を持つアルドール譜化体では、分子構造は結晶格子中でも溶液中でも微シなる水素原子がアンチペリプラナー廃座を取る。この廃座を説明する他の器用因子がアレーン二重結合とメチンプロトンとの間の二面角を最小化することによるアリル歪みの低減である。ありがとうございます。